さらにまだ1枚あります。あと1枚、はい、1枚いただきました。こちらは、X チャオさん、うん、X は X のツイッターです読まなくていいですねチャオさんよしきかと思っちゃった、ね、俺一瞬もう誰にもペンネーム何の歌、あ、これはあれじゃないですか、フォーエバーラブ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 ってやつ、あの小泉さんが好き、めちゃくちゃ高いですよね最後あれ声、あフォーエバーラブエバラ焼肉のタレやエバラ焼肉こちらですね、太田さんが大好物なゴンベイさんでございます、はいはい、質問です。太田さんがこいつは売れるなと予想し後に本当に売れた芸人はいますか。あこいつ、予想して後に売れた芸人、ああ誰だろうね、いやいっぱいいますけどね、まだ本当に目が出てない状況で、だけど絶対行くぞこの子はこの人はっていうので売れた人、うん、難しいね。あのね、そういう意味で言うと我々、ボキャブラ天国の時に、はい、いやだ売れるなとは思ってなかったんだけど、うん、こっちら絶対ダメだろうなと思って売れたのが、はあ、パイレーツですよ。ああ98年流行語大賞だっちゅうの、うん、あらびっくりした、ふっくっつって言ったから売れないなと思ったけど売れた、こいつなんだよこれ、ネタもないしさ、だっちゅうのってやってるだけなんだ、確かに、でボキャブラのネタ全部スタッフが考えてたんだ、へえ今だから言えるけどあのアシスタントやってたのを組ませて、はあ、だっちゅうこんなの売れるわけないじゃんって言ったら、あっという間にさあ、さあ流行語大賞、流行語大賞取っちゃって、ね、すごい、であの辺はもう見てますよ、だから僕はあの全くのズムの素人からザーッと行くのを何人も見てます、つぶやき素人なんかもそうだったね、ああそうですよね、ああ、あれ僕もう鮮明に焼き付いてるのがだっちゅうので一回バーッとなって、うん、で次のギャグは何だっていうので、なんか僕、うん、父離れ、あ、それくだらねえんだよ、父離れ、父帰るっていうのがあった、うん、そうそう、あれはすごかったですね、父離れ、父離れ、父帰るって、もう全然2匹目の音でしょ、ね、あとだからレーザーラモンとか HG はうちの番組で、何の番組ですか、バク転っていうね、バク転TBSやってた番組で、全然見切れてたの、あいつ面白そうだねっつって言って、はい、次の週からメインにしたら、うん、VTR の中ですよ、はい、あっという間にさーっつって、はあ、HG さんなんかもえげつなかった、2007年ぐらいやったかな、えげつなかったね、ね、ああ、えげつない人気だよね、俺だから俺らの番組から行って、うん、で一緒にロケ行ったらもう渋谷のさ、はい、あのセンター街の中、HG と2人で、HG がバイク乗って、俺そのサイドカー乗って、うわーって言ったら、もうさ、人が群衆になっちゃって、ね、撮影中止になったんですよ。うわ、それぐらいの。こんな経験したことない、俺。ってぐらい、すごかった、あの時の。当時、その2000年代って、うん、あのお笑いの人が、もうワーキャーという時期ありましたもんね。うん、そうアイドル的な。特にレザーラモンは、ね、あれ面白かったし、でハード系ですよ。ハード系でも今大丈夫ですか。ダメです。今だからホットガイになってんだけど、みんなさごまかしたってハード系で、あれ小学生がみんなそれを流行っちゃったのよ。ふうーっつって腰振るんだ。それで問題になったのよ。なんで小学生にハード系で腰振らしてんだって。このね、いやだからああいうのも僕わかんないですけど。分析したことはないですけど、うん、時代にこうマッチしたりするんですかね、子供に受けたらもうカーンですよ、ね、だからそういう意味ではそのバク転で出てきたのが、うん、アンガールズと友近ですよ、あ、友近さんなんだ、友近はもう完全にあこいつは出来上がってる、あそうですか、うん、すごかった、その友近さんに押していただいて今の私はありますんで、あそうですか、友近さんにもよくね話してるもんね、感謝ですけども、そうなんですよね、そうなんですよ、デララバからも本当になんか一発ギャグ生み出したいぐらいですね、なんかポーズもないんですよこの番組は、ゴゴスマっていうのがあるんですけどデララバのポーズもないんですよ、よく考えたらなんかないかなと思って、いやそんなの関係ねえとかってあるじゃないですか、うんうん、あれも僕閉塞した時代やからフィットしたと思うんですよ、うんうんうん、それでそんな何が考えてもそんなの関係ねえって笑い飛ばす、うんうんうん、そういうなんか時代だ、ね、今の時代なんだ、ね、流行らせようと思っていろいろ考えるそこやねん、
考えてそうなんですよ、ね、やったやつ絶対ダメなの。絶対ダメなんですよね、うん、自然発生なんですよね。そうなんです。考えてやったのがちゃんと流行ったのがダチョウ倶楽部、あれはもうあの聞いてないよとか、はい、いわゆるムッシュムラムラとかさ、はい、いっぱいあるでしょ、はい、ダチョウさんのやつって、はいはい、うん、あれ全部会議で決めてるからね。3人の会議、3人で会議でホワイトボードにいっぱい書き出して、はあ、次これでいこうっつって、それがちゃんとハマるから、はあ、ダチョウさんやっぱりすごいですね、うん、そこは、うん、じゃあデララバのポーズはなしです。